頼み事がある人はすぐそこいた。アルヤ君。不穏な音楽。ねえ。怖い顔してる。俺たちに言えよって。おい。俺の名を呼ぶな。アガルシ。ああ。何かあったのかい？空泣きが消えたにもかかわらず、空泣きウイルスに似た気配を感じる。あ、同じような気配を感じているわ。そこまで大きな脅威ではないが、放っておけば危害が及ぶとも限りません。妖精剣がかかっていると見ている。そっか。詳しく聞かせてもらった方が良さそうだね。事務所前にいた春夜の話を聞いてみると、空泣きの妖気を感じるという。いなくなったはずだ。妖精剣が関係ある。はあ。お前のアシュラ五円丸を見せてみろ。うん。うわ、浮いてる。うわ、空泣きウイルスじゃねえのかこれ。え、どういうことなの。アシュラ五円丸は祀られていた場所から失われていたのです。その間、アシュラ五円丸は空泣きの手に渡っていたと。自分で妖精剣を集めようとしていたのかと。わからんが、同月が見つけた時には空泣きの雪に満ちた呪われし剣となっていたと。浄化したはずだったのだが。召喚できるかな。本人に聞いてみよう。憑依アシュラ。おい、話は聞かせてもらったぜ。お犬族のアンちゃんの言ってる通りだ。それだけは持っていたほんの一時だけどなっと。大丈夫なの。抑えられるさ。これ以上強くなったらわかんねえけどよっと。何かできることは。あれだな、炎には水とか。ちょっと単純すぎるでしょ。いいね。お、いいね。聖なる元帥なら可能性はあるぜ。どこにあるの。あ、玄武のコレクション。あー、玄武のダンジョン裏道あったね。それか。まあ緊急事態だ、勝手に借りても大丈夫だろう。どっか大事にしまってたからなっと。どこに置いてあったかね。宝剣殿の2匹の蛇を超えた玄武の大岩。んじゃ、よろしくな。だそうです。そうね、宝剣殿へ行ってみましょう。黒く燃える炎の影。あ、増えてる。よう、ブラザー。ブラザー。良い知らせと悪い知らせがある。どっちから聞きたい？新しい写真が見つかったんだ。ね、なんレッツトレジャー。何？ピチャピチャ、ココココ、ケロケロゲロゲロ、ワン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 。リンリンシャンシャン、リンシャン解放。これ、わかった俺一発で。飛ぶか。こんな方が早いか。順番間違えた。 Y をしてから X。 現代の大森神社だよこれ。皆さんも分かりましたか。どういうことなのっていう状況だけど、はい、これがリンリンシャンシャンでしょ。でこれピチャピチャね。ほら、ほんと汚染されてんだ。 D、 もう一遍地図を開いてみよう。トレジャー写真。相変わらずこれがわけわからんよね。気持ち悪いんだけど。これね。でどこにあんの。ゲロゲロピチャピチャワン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 。ここここって書いてるから、あ、そういうことね。じゃあここ、この辺だ、この辺。これゲロゲロでしょ、だからここか。ほら、簡単だったね。妙王の方位、強そう。持ち物
トーマセ用おトーマ武器防具両方専用装備発見守備力140ね剣舞魔人表示時間延長あこっちから装備が良かったなうん、今は英雄のマント守備力プラスさらに74かあ意外に物理守りが低いっていうあー専用装備両方あったねこれ強化できるのかな婚活素敵な出身だしなみは出会いの第一歩装備強化装備中はいツームくんツームどこ行ったあれできないっぽいなディスパーハンマーを2にすると A ランクのプチコンが足りにゃいはいんじゃあ他のメンバーも専用するふみちゃんの装備未だにこれひどい揚力プラス576 A ランクのプチコンが全然足りないなはい身だしなみは出会いの第一歩ですさあ割とさっくり見つかったけどズッキュンシーかわいいぴょんぴょんぴょん昔キョンシーって言ったらねトラウマになるほど怖かったような気がするようなしないようなうんこけ飛んだ方が早いねさて余計なことしてるうちにね話忘れちゃったけど宝剣殿の蛇の奥とか言ってたよねお2匹の蛇を超えたいるわどうやって来たの2匹の蛇を超えた玄武のお岩のあたり2階 ?3 階飛ばせんだよね飛ばしても労働時間大して変わらないけどじゃあ最近のゲーム労働時間長いの多いんだよねさあ昆布さん蛇発見2匹の蛇大岩本マグロ大将2匹の蛇大岩あっちかレベル差あったら手も来るんだねほっ、はい、2匹の大岩の先ライフマンもらっとくほっ2匹の蛇の大岩の先だとあそこじゃね大岩の先あそこの中央もちょっと怪しいけどまあとりあえずこうおミュージックカードそれらしきところをズッキュンシ落ちた落ちたなデデドンやっぱここかな大岩のさらに先あの中央の光ってるやつかなここだはい、カップラーメンあ、これか追加されてら
このマグニワーズ、ね、節穴開いた玄武岩合ってた。元帥の神器ってこれプシャプシャってスプラトゥーンコラボかな。本当にこんなんでソラナキュウリス消えんのかよ。物は試し食らいやがれレイガーンやったか。いけそうだ、いけそうだ。おお、あ、凍結。我生きとったんかい。あと凍結先生ではないよね。ジョログモごときに騙される。あ、ちょっと古い。ああ、凍結のボスバトルができるんだ多分。もうここに用はない。坂見くん、早く行きましょう。でも行きたいとおっしゃるんですねって。分かりましたって。私の後についてきてください。ここはじゃああれかな、よ、間違えた、上上。おっす、おら夏目。ボス戦が待ってそうなんだけど、メンバーどうしようかな。クリア後にメンバー変えてまだ育ってないからね、ちょっと弱いんだよね、いろいろと。まあどうにかなるか。仕方ありません。さっきの幻では。行きます。凍結。おお、あ、動く。お、デブ。あら、凍結先生だよね。双剣内に時空が歪んでいるのか、それとも。あ、うわ、眩しい。夕日。追い詰めたぞ人間。我が主のために。我が主のために。はっ、別の洞穴。え、洞穴がいっぱいいる。不動雷鳴剣を持つことは一体何者だ。双剣山に住む気高き剣舞魔人スザク、人間などに押し負けるとは、これは過去の。あやつらめ逃したか。スザク蒼天山必ず奪ってやる。これは凍結の記憶を追体験している。ここは商店街。あ、お、商店街、いつもの商店街じゃねえぜ。ドーナツください。もぐもぐバーガー割引か。いや、催しに興味などない。プリンセスコンテスト、このような見せ物に本当に姫が。凍結先生以外誰もいませんよ。あ、プリコンのステージ、扉を通って過去に戻ったの。鬼桜の輝き、間違いない。姫はこの近くにいる。とはいえ、見せ物に来るなど、我が主は一体何をお考えなのだ。実んじゃねえ。あー、ジョログモのとこだね。人間の手を組もうとも、我が主を捕らえてどうする。助けるのじゃ。ここ通れる、通れない、あ、通れた、割と通れる。
シャレオツ。シャレオツな中に2階である。創建、昇天、ジョログモンのため記憶の中じゃないんですか。知ってるよ。ジョログモンは倒したはずなのにまた移動に追われているの。奥にスマブラのマークが違います。あの娘、引率の先生と面白い。ちょっと嫌な場所だよここ。イケメンが捕らえられてしまうぞ。玄武、宝天武なら切れるはず。春夜様をお助けせねば。次ぐらいか。この場所はまさか俺がボコボコにした場所。姫がこんなにも近くに。我らの姫よ、鬼族の悲願も。最後にここが終着点なのか。桜木ヒルズが嫌な雪充満してやがるぜ。なんだか苦しそう。我ら鬼族の悲願を必ず。味の宝この命など。ぬいーんと。さあこれが最後の扉ではないのか。すごい勇気を感じる。すげえ勇気を感じるぜ。まがまがしいオーラ、一番強い。オーラ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 、すごいオーラ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 、行くぜ。